どうやら信号はテレパシーだとは分かったんだが。テレパシー？おお。発信源は約2万光年離れた銀河系だ。2万光年？ねえ、行ってみようよ、彼女の住む星へ。ごめんだね。第一2万光年なんてワープ工法を使わなきゃならないじゃないか。西暦2100年、人類は地球を捨て新たな安住の地を遠い宇宙に求めた。相次ぐ核戦争で大気は汚染され、食料もエネルギー源も底をつき、地球は生物の生息できる星ではなくなってしまったからである。どうした？返してほしかったらかかってこいよ。かな？やめろ！やめんか！ウィル、またお前か。一体何事だ？ウィルが僕のカードを盗んだんです。ほら、返してやるよ。ちょっと借りただけじゃないか。ほい。人のカードを勝手に使うなんてひどいよ。今度やったら少年院送りだぞ。いいか、カードがどんなに大事なものか分かってないのです。
ナンバー AD10923 卒業おめでとう。君は能力ありと認められたカレッジコースに進み、この国のブレーンとなるためになお一層の勉学に励みたまえ。ナンバー AN35709 卒業おめでとう。残念ながら君の教育は終わった。君はコンピューターすなわち国家の決めた相手と2年後に結婚し、22歳で男子を、25歳で女子を誕生させること。以上。おいウィル、お前も行かないか。どこへ。あそこさ。あそこ。卒業すれば週1回許される。ほら、生理的欲望を機械が満足させてくれるところさ。余計なお世話さ。行きたけ一人で行けよ。はみ出し屋のくせに意外と坊やなんだな。違うよ。何もかもカードと機械が相手じゃな。しょうがないさ。機械の進歩が文明の発展なんだから。なんか面白いことないかな。僕は行くよ。あそこへ。勝手にしろ。じゃ。ちょ。いや、ママ、今、僕を呼んだ？いいえ。ああ、そういえば今日は卒業式ね。ああ、ちゃんと卒業できたよ。じゃあ、今日はうちに帰ってくんのね。ああ。待ってるわ。パパも退屈してるみたいだし。おかしいなぁ。確かに女の声がしたんだけどなぁ。こいつは面白いや。この町で俺の他に喧嘩する奴がいたなんてな。誰だか知らないけど、加勢するぜ。坊や、怪我するだけさ。なんだよ、一人でやられてんのに見てられるか。話せよ。すげえ。いやね、まだこんなならず者がいるのね。ああ、こんな奴らに関わらない方がいいぞ。さあ、行こう行こう。いいか、今度人の悪口を言うときは体を鍛えてからにするんだな。本物の味を知らん奴は本物の喧嘩も知らん。本物？ねえ、どこにあるのさ、その本物は。待ってよ。ねえ、知ってるなら教えてくれよ。本物がそこらに簡単に転がっていると思うのか。本物を手に入れるのは難しい。本物の心とか本物のもの、特にこの国ではな。
大手の人らしいな。ああ。あ、お、お前変わったぬいぐるみだな。ロンは犬だよ。この国でたった一匹の本物の犬さ。これが本物の犬か。いいでーな、おい、痛いよ。どうやらロンはあんたが気に入ったようだ。まったく答えられないぜ。本物の味を一度知ったら病みつきになっちまうか。どういうだじ、お前だって女に目がないじゃないか。本物の女にさ、機械相手に満足できるか。本物はべらぼうに金がかかるがな。はあ、こんな店があったなんて。知るかね、本物はすべて法律で禁じられてるのに。チーフを知ってるのか、ね、チーフ。ああ、スタージェス号の船長だ。スタージェス号。一杯もらうよ。さあ、この一杯だけだぞ。経験するのも人生だ。本物ってやつはわしたちにとっては麻薬さ。わしの麻薬はこいつだ。おいおい、大丈夫かね。もう一杯。一杯だけと言ったはずだぞ。さあ、もうお帰り。この一杯がどれだけの値打ちか分かってるのかね。お前さんの配給チケットを一月分つぎ込んだって追いつかないんだぜ。じゃあなんだってチーフは飲めるのさ。それはな、チーフは宇宙を回ってアンチマター、つまり反物質を持ってきちゃ国家に売っている山師なのさ。アストリアスもあのジルコも仲間さ。酒やタバコや女や食い物のために命を懸けてるってわけさ。この国は何でもカードだが、チーフたちにはない。登録を抹消され、死人同様に扱われているのさ。本物。また誰かが俺を呼んでる。誰だ？俺を呼ぶのは誰だ？スタージェス号か。誰だ、誰なんだ、俺を呼ぶのは誰なんだ、誰なんだ。完了。We'll be right back.
宙船に潜り込みやがって。頼む、俺も連れてってくれよ。お断りだよ、足手まといは。チーフ、命がけの航海にガキを連れていくわけにはいかないんだ。出て行け。しかしもう控えすわけにはいかんな。ほっぽり出しゃいいんだ。死のうと生きようと俺たちの知ったことか。ロウ、シャオ君、こんな言葉を知らんかね。窮鳥懐にいらば漁師も殺さず、飛び込んできたものをみすみす危険と分かっている宇宙におっぽり出すなんてのは情けないと思うがね。ふん、学者崩れはのんきでいいよ。俺、あんたたちが仲間のような気がして、それでじっとしてられなくて。ふざけんな。俺たち山師がガキの冒険ごっこの仲間だってのか。チーフ、どうする？決めるのは俺じゃない、そいつさ。チーフ、どうせ1ヶ月かそこらで狂い死にするだけさ。宇宙での生活に耐えきれずにな。ロンが気に入ったやつならわしは歓迎さ。あー、すごいよ。アストリアス、それ何？あ、日記さ。こいつはペン。そうか、ウィルたちは学校でももうこんなものは使わんな。へえ。ふん。あ、あの星はどうだ？あそこのアンチマターは一昨年取り尽くしたよ。ねえ、アンチマターって一体何だ？物質に触れると巨大なエネルギーを発するものさ。反物質とも言うね。あれはマウス星だ。瓦礫とガスの惑星。綺麗だ。あれは青不星。アストリアス、あの星のデータを出してくれ。あそこのアンチマターはとっくに食べ物に化けてお前のお腹に収まってるだろう。そうだっけ？いい加減にしてくれよ、山氏の名が鳴るぜ。夢でも見たのか？夢なもんか。今スクリーンに映ったじゃないか。確かに見たんだ。この目で。Thank you.
急いで解析だ。オッケー。おかしい、あの女が映っている時だけしか解析でき。どういうことだ。どうやら信号はテレパシーだとは分かったんだが。テレパシー。それがウィル、君が見ている間だけ現れ。ウィル、もう一度女を出せ。お前が思えばテレパシーで女が出る。思え、思うんだ。うん。約2万光年離れた銀河系だ。2万光年？行こう、そこへ行こう。彼女はなんだか悲しそうだった。何か助けを求めているような、そんな気がするんだ。ねえ、行ってみようよ、彼女の住む星へ。ごめんだね、2万光年も彼方へ女の尻を追いかけていくほど俺は物好きじゃない。第一、2万光年なんてワープ工法を使わなきゃならないじゃないか。ワープ工法？サブスペースをくぐり抜けることさ。距離も時間もねじ曲げて2万光年を一瞬にな。すごい、それならすぐ行けるじゃないか。せっかくだがワープ工法はまたの機会にするんだな。え、どうして？俺たちは山師だ。儲からないことには手は出さん。その上スタージェス号はオンボロ宇宙船だ。ワープを使うほどの宇宙船ではない。おいロン、部屋に戻るんだ。おいロンたら、戻ってこい。ほらほら、そっちに触ったらいいか。ここはワープ工法のコックピットだぞ。ウィル、所詮遠い世界の夢物語さ。さ、早く寝た寝た。Thank you.
しやがった。ウイルのやつ、外でやってくれ。どうだね諸君、この際我々もウイルの愛の冒険に付き合ってみては。なんだと。君たちにもロマンの一かけらぐらいは残ってるだろう。そんなもん遠の昔に捨てちゃったよ。初めからなかったって言ってもいいでなあ。さあグズグズしてないで引き返そうぜチーフ。チーフ、こうなったら道草を食うしかない。ウィルの言う惑星まで行ってな。なんだと。さすがチーフだ。俺が行くと決めたのはウィルの夢とか愛とかのためじゃない。控え室にしてもワープに必要なエネルギーを充填する時間がいる。ただそれだけの理由だ。そっくりだ、まるであんたの若い子。眩しいくらいだ。何か言った？いや、何でもない。アストリアス、やっぱり俺後悔してるのか。君らしくもないぞ。テレパシーの発信源はここだ。よし、入ってみよう。初めて見るのに、なんだか以前にも見たような気がする。俺もさ、全員がデジャビューを感じるとはな。よし、着陸だ。見たまえ、ケーキにはあの星は何一つ捉えられていない。バリアのエネルギーが電磁波を吸い込んでしまうんだ。この粒子状の物質は多分変光性を持っていて、光は入れるが出ていけないんだ。それで雲の中に入らなくては星が見えなかったってわけか。宇宙から孤立した謎の星ってわけだ。近づく方法はないの？たった一つだけある。え？スタージェス号の磁力を使い切るんだ。その通り。反物質を取るときに使う磁力線を張り巡らしてバリアの磁力を中和するんだ。無茶だ。100ペタワットものエネルギーを使えば帰れなくなっちまうぜ。もしあの星でアンチマターが取れなかったらどうするんだ。宇宙の砂漠で野垂れ死にしようってのか。戻るにしたところでワープに使うエネルギーが必要なんだ。まったくウイルの疫病がね。まったくお前のせいだぞ。
こんなにすごいバリアがあるくらいだから、ものすごいエネルギー源があるかもしれんじゃないか。おう！どうやら助かったらしいな。そうらしい。大気も重力もトルファンとほとんど同じ状態だ。汚染もされていない。お、アンチマターの反応もある。とにかく用心に越したことはない。まずクルーザーで探索だ。行きます。俺、まずは俺様が行かなきゃ始まらん。ザジ、危なっかしくって二人に任せておけるかい。自然現象か。いや、新たなバリアだ。今度は熱エネルギーだ。向こうの3人を助け出さんとどうしたらいい。了解しました。Thank you.
ジルコン、頼む。はいよ。大丈夫か？こんなもの、大したことない。なんて綺麗なんだ。主の園よ。主の園。不思議だ。言葉が通じるんだね。ねえ、君の名前は？フローラ。フローラ。綺麗な名だ。僕が書いたんだ。君を。私を？やっと君に会えた。大丈夫か？ああ、大したことはない。ウィルは？あれ？今までここにいたんだがな。
フローラ、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 フローラ。フローラ。不思議だ、怒りん坊のウィルがこんなに笑うなんて初めてだよ。へえ、このウィルがね。ウィル？そう、僕の名前はウィル。ウィル、ウィル、前にも呼んだような気がする。僕には聞こえたよ、二万光年離れた宇宙船の中でね。いや、その前にも何度も君の声を。ねえフローラ、君は何なの？僕たちと同じ人間みたいだけど。人間？人間を知らないの？人間には男と女があってね、僕は男。男。人間はね、誰にも邪魔されない自由な心を持っている。喜んだり怒ったり、悲しんだり楽しんだり、それが人間さ。自由な心、それが人間なんだ。それなのにトルファンのやつら、自分にさえ関心を持っていない。政治にも愛にも無感動に生きてる。あれが人間なもんか。ウィル、ねえ、どこで生まれたの？お父さんは？お母さんはどこ？私は一人よ。気がついたら私はいたわ。おかしいわ、ウィルはわけのわからないことばかり聞いて。だって子供は親から。主の子よ、私たちは。主？ねえ、その種って何者？どこにいるの？種は種よ。いつも私たちを見守ってるわ。こうしている時もよ。あれが神殿。あそこにその種っていうのがいるの？もう行かなければ。待って、また会えるよね。いつ？あの命の星が昇るとき。泉で待ってる。きっとだよ。
今宵栄えある栄誉を受ける者の名はソフィー。主よ、順番で行くと私では。エリだ。次なる機会を待つのじゃ。いいな、ソフィーは。私たちも早く行きたいわね。ピッピはまだ無理よ。主がお召しになるのは大人になった美しいものと決まっているんですもの。お前も眠れないのか。よしよし。満天の星を見ながら用を足す。こいつは豪気だねっと。なんだ。フローラにもらったんだ。君にあげようと思ったんだよ。こいつはいける。なんていうのかな、とにかく懐かしくて優しい味だ。どんな娘だ、そのフローラっていうのは。ジルコンだって美術スクリーンで見たろ。そっくりあのままさ。じゃあ可愛い娘なんだな。ああ、とっても。お前さんの冒険に付き合ったおかげでいろいろ面白い目に遭うぜ。明日はうんとこさアンチマターが見つかるかもな。ジルコン、ん？そんな奴と口を聞くのはよせ。果物の一個もらったぐらいで慣れ慣れしくするな。フローラ、どうしたの？眠れないの？あ、流れ星。流れ星が消えないうちにお願いすれば願い事が叶うんですってよ。あ、またどうか早くピピも主に召されますように。ああ、消えちゃった。ピピのせっかちさん、主の国に行けるのは16歳からなのよ。わかってるわ。14歳までは主の神殿で育てられて、それからこうして羽をいただいて。ああ、早く16にならないかな。ねえ、フローラは何をお願いしたの？明日も会えますようにって。主には明日も明後日も毎日会えるじゃないの。変なフローラ。ソフィーはめでたく召されていった。次のお召しがあるまで皆の者はその美しさをますます磨くように。清めも受けないで。すぐ戻ってくるわよ。毎朝このお清めを受けないと私たち生きていけないんですもの。
といるとこんなに胸がドキドキする。俺だってさ、昨日まではジュの前で踊っているのがあんなに楽しかったのに、なぜかしら。君と別れてからの時間がとっても長かった。こんなに長い時間はなかった。なぜなんだ。ウィル、フローラ。どうしたの？涙なんか。どうして？涙。これが涙なの？ああ、わからないわ、ウィル。あなたを見てるとわけもなく出てくるの。私はあなたを呼んでいたのね。僕は君を求めていたんだね。二万光年離れたまだ見ぬ君を。不思議だわ。愛。これが愛なんだ。綺麗だ。あなたと一緒にいると何もかも美しく見える。何もかも楽しくなる。これが愛なのね。そう、これが愛なんだ。大丈夫？大丈夫。何でもないわ。さあ、急ぐんだ。どうしたんだ？このホラー穴の向こうに仲間がいるから、君を見せたいんだ。本物の君を。フローラ。いけないわ。私、いけないわ。どうして？僕がいる。僕がついてるよ。さ、ダメ、ダメなの。やっぱりダメ。フローラ、ジュは見ておられる。戻らなくちゃ。フローラ、僕は敵じゃない。ウィルだ。ウィルって言うんだ。あなたはフローラを殺す気？なんだと？
フローラどうしたって言うの？お清めも受けないでこんなに遅くまで。ああ早くシュナを呼びよ。フローラ、フローラ、フローラ。フローラ、次はお前に決めたぞ。次は私の番とおっしゃったのに、なんでフローラが先に。お願いです、ジュヨ、どうかエリダを。いいな、フローラ。お教えください。黙れ。お尋ねします、私は何者なんでしょうか。私はどこからどうやってここへ来たのでしょう。なぜ16歳になれば女はみんなあなたに使えなければならないのでしょうか。黙れ。なぜだ、なぜフローラは心を持ち始めたのだ。心は毒の芽だ。一度芽生えたら始末に終えぬ疑惑という花を咲かせたがる。何も変わっていない。なのになぜ。いいな、まるで反応がない。くしょう、何もかもウィルのせいだぞ。こんな不毛の星に連れ出して自分は何だ。手伝いもしないで。あれは何だ。逃げろ、クルーザーに逃げるんだ。
サイボーグだ。え？誰だ？いるのは分かっているんだ。出てこい。君たちは何者だ？この星の者か？我々は主の園を逃げてきた者だ。主の園？とにかくここは危険だ。ひとまず我々の隠れ家へ。あれは？ああ、虹だ。あれが虹だよ。綺麗だ。文献で見たことはあるが、本物を見るのはわしも初めてだ。誰かと一緒に見たい。そんな風に思いませんか？ウィル、行くぞ。これは太古の昔、我々の祖先が残してくれた文明の遺跡で、遠い遠い昔、相次ぐ戦争でこの星は西も東も廃墟と化しました。人々はこの星を捨てて宇宙の彼方へ去りました。そしてほんの一握りの者が最後まで残りました。彼らは汚染を免れた洞窟に潜り込み、細々と暮らし続けたのです。それが私たちの祖先です。いつかこの星はよみがえりました。だが祖先たちは洞窟の外へ出ることはできなかったのです。外へ出てはいかん。それまでは生命の危険のために禁じられていたことが掟としてそのまま残ったのです。そうです、主の支配が始まったのです。突然権力を手にした一人の男が自ら主となり、己一人のための王国を築いたのです。主は我々の生命を握っている。14歳までは神殿で育てられ、そして美しい女以外は地下世界へ送られる。それから洗脳され、奴隷になって生かされる。一部の者は細胞化されて主の国を守るために軍隊に編入される。フローラたちのあの羽は、あの羽は何なの？生命の維持装置さ。毎朝主が充填しないと死んでしまうようになっているんだ。一種の人工肺臓さ。このロベルトはいくつだと思う？まだ俺と同じ18歳なんだ。信じられるかい？かわいそうに逃げ出すときにこんな体に変えられちまったんだ。一種の麻酔砲を打ち込まれて、そいつを打ち込まれると新陳代謝が50倍に早まるんです。この一年で私は50歳年を取ったというわけです。どうか、どうか力を貸してくださらんか。仲間を救いたいのです。私たちは自由が欲しい。祖先が持っていたと同じような自由な精神が欲しい。自由な生活。私たちの命を私たちの手に戻したいんです。ご覧なさい、我々の祖先の残してくれたものを。
これはすごい。見てくれ、これを、チーフ。古代文字だな。俺には読めん。エホバ神、エデンの東の方に園を設け、その作りし人をそこに置きたまえ。アダム、その妻の名をイブと名付けたい。それは旧約聖書だ。うん、間違いない。やっぱりここは地球だ。地球？ここがテラだというのか？ああ、それで謎が解ける。空気や重力はなぜ我々にぴったりなのか。あのバリアで隠していたんだ。長い長い年月。地球？ここが地球だっていうのか？我々と同じ人間なのだ、君たちは。さすがテラナ、よくぞここがテラだと突き止めた。だが世の花園を荒らす者は誰であろうと容赦はしない。ましてこの星を見捨てたテラナならば生かしてはおけんぞ。待て！こんな勝手な行動は許さん。行かせてください、チーフ。フローラを助けなければ。いや、ダメだ。いやだ。俺は行くんだ。あ、くしょう。あんたが止めたって俺は行く。何のためにだ？決まってるじゃないか。フローラを助け出すためじゃないか。それが彼女のためになるのか？フローラにとっては今いるところで生活することが幸せかもしれんじゃないか。どうしてあんな格好で主に仕えることが幸せなもんか。死ぬよりはマシだ。何を言ってるんだ、さっぱりわからないよ。待てよ、オイエル。チーフは恐れておるんだよ、フローラが死ぬこと。フローラが死ぬ？なんでだよ。なんで死ななきゃならないんだよ。お前が今強引に連れ出してみろ。死は黙ってはおらんぞ。あのか弱いフローラが危険を一身に負うことになるかもしれんのだぞ。チーフはな、自分と同じ鉄を踏ませたくない。そう思ってるんだよ。アストリアス。これっきりでもう弱いな。昔、そう、チーフが老いるぐらいの時。アストリアス。二人は愛し合った。だが国家の決めた結婚相手ではなかった。チーフは強引に彼女を奪おうとした。その結果が死だった。彼女は自殺したんだ。国家との板挟みになってな。死んでは花見は咲かん。生きていれば、生きてさえいれば、いつかは会えるんだ。あんたたちの時代はそうだったのかもしれない。でも俺たちは違う。俺とフローラは違う。フローラは俺が助けるんだ。待て、抜け道がある。え？フローラを助けに行くんだろう。どうしてそれを。俺もそうだからさ。さあ、フローラと俺は幼なじみなんだ。14歳まで神殿で育った。あのロベルトもな、好きな女がいたのさ。だから命がけで脱出したんだ。サイボーグになりたくないとね。君は。俺。フローラがいたから、だから逃げたんだろう。難しいよな、男なんて女を好きになって初めて目覚めるんだな。眠らされ死んだも同様だった心がさ。ああ、you
眠れ眠れ、楽しい夢を見るのだ。眠れ眠れ。眠れ。頼むぞ。逃げろ。フローラ。不思議だわ。主の国を出たのにちゃんと生きてる。君の勇気がつまらぬ掟に勝ったのさ。うん、あなたがいたから。さあ、どういうつもりだ。え、疫病神がまた余計なお荷物を持ち込んで、お前の身勝手にも呆れ果てたぜ。お前の冒険に巻き込まれた挙句の果てがこのざまだ。それでルカイは？そうか。ほら見ろ、こいつのために次々と犠牲者が出るんだ。いや、ルカイはきっと満足のはずです。なんだと？愛とはそういうものです。とにかくこんな娘を放り出してさっさとトルファンへ引き上げようぜ。ラジも飛んだ女嫌いになったものだな。ああ、俺は女は好きだが、女のために身を滅ぼすなんてのは真っ平なんだ。さあ、チーフ、引き上げようぜ。フローラを置いていくぐらいなら、僕はここに残る。二人で生きる。生きられるだけ二人で生きる。勝手にしろい。さあ、チーフ、何をぐずぐずしてるんだ。出発しようぜ。チーフ。ジル君はどうする気だ？仲間を残して出発はできん。ごきげんよう諸君。諸君と世の互いの幸せのために一つの提案がある。よし、その提案とやらを聞こう。人質交換。フローラを返してくれればお前たちの仲間を返してやろう。どうだ、そんな取引ではあるまい。場所は神殿の入り口、時間は1時間後。ダメだ、フローラを返すもんか。こんな女のために仲間がどうなってもいいのか。フローラに指一本でも触れてみろ。俺が許さん。ジルコンは俺が助け出す。きっとだ。だから頼む。フローラを渡さないでくれ。ウィル、私行く。フローラ？大丈夫。月を見てきっと抜け出してくるわ。神殿のことはよく知ってる。私には羽もあるのよ。今までの私とは違うわ。私を強くなったのよ、ウィル。あなたのおかげで。
フローラ。間違わないでくれよな。俺があの二人に嫉妬してるなんて、俺はただ分かってるさ。俺だって少しばかり羨ましい。まずフローラを。さあ、仲間のもとへ帰るがいい。ジルコ、ふっ、ジルコ、ジルコ、どうしたんだ、ジルコ、ジルコ、助けたわけじゃない。つい指が滑っただけだ。見ろ、こんなものが。ターミナルだ。なんてひでえこと。汚ねえ。それでも貴様ら寺だか。足を叩きのめすまでだ。泣くのは後だ。行くぞ。あっちだ。
下がっていろ。フローラ、フローラ、フローラ。この中は月の転送機だ。奴の頭脳のマザーコンピューターが月にあるんだ。世についてこい。月まで行ってウィルの恋人を取り戻すしかないな。どうする？ははは、聞くほどもないさ。乗りかかった船だ。あっ、チーフのやつ、自分の恋人を取り戻しに行くみたいに張り切ってなあ、ロン。もしザジア・ジル君を死なせたのは自分だと責めているのなら、それは傲慢というもんだぞ。ザジもジルコンもお前のために死んだんじゃない。自分のためさ。そう、自分の青春を取り戻すためにな。でも俺がワープのスイッチさえ押していなければ。お前はフローラに会えなかったし、俺たちだってテラに来ることもできなかった。ザジもジルコンも故郷のテラで死ねたんだ。ザジがジルコンをやらなかったら、俺がジルコンをやった。今はフローラを助け出すことだけを考えていればいいんだ。酒にタバコに、そして愛。人間生きていくのに無用なものだが、こいつがなけりゃ実に歩けないもんだ。お、近づいてきたぞ。月の裏側にあるクレーターがマザーコンピューターの入り口。フローラを助け出すのは他の誰でもない、この俺だ。フローラ、きっと君を元の姿に戻してみせる。きっとだ。Thank you.
トリアス、急げ。世の体は生身ではないのだぞ。お前をもう一度このコンピューターで洗脳する。世に逆らうお前の心をな。お前が元に戻ればまた二人で王国を築ける。心を奪われるくらいなら私は生きていない。ウィルを愛しているこの心を奪われるくらいなら本気です。一歩でも近づいたら私は死にます。クルーザーで上がるんだ。アストリアス！危ないぞ！早く来い！ないぞ。無駄なことはやめろ。なぜ今頃戻ってきた。お前たちは寺を見捨てて逃げたではないか。だからといってお前のしていることが誇れることなのか。黙れ。この星を荒らし汚すだけ汚して見捨てたのはお前たちだ。それから400年、寺を美しい楽園に作り上げるまで世がどれほど苦しんだかわかるか。400年、そんなに生きてきたのか。お前が死ぬ前に世の秘密を教えてやろう。なぜこうして生き続けられるのか、その秘密をな。それはこの頭脳コンピューターと若い汚れのない娘のエネルギーのためなのさ。世の体はここと子孫を残す器官以外は全てメカなのだ。フローラは渡さん。
死んでなるものか。テラは世一人のもの、世の国じゃ。死んでなるものか。死んでなるものか。目を覚ましてくれ、フローラ、フローラ。テラへ戻ろう。ウィル、そんなことはさせない。誰だ。種のコンピューターが喋っているんじゃないのか。その通り。私は種の代理人だ。種の体であり、頭脳であり、意志でもあり、感情でもあった。私の大事な人間を殺した奴を生かして返すわけにはいかない。主はたった一人、たった一人の人間だったのだから。たった一人の人間？何を血迷ってるんだ。俺もチーフも人間だぞ。このフローラだって。違う。人間はたった一人、主だけだ。400年前、人類は地球を捨てた。そして戦いのために一方の国がここに築いたコンピューター基地は取り残された。孤独の日々が続いた。だがある日、私は地球の洞窟に一人の男を見つけた。この私を使ってくれる男を見つけたのだ。それが主だというのか。主は私を使い、私は主の頭脳として働いてきた。その大事な人間をお前は殺した。俺たちだって人間なんだ。テラに戻ってきた人間なんだ。そんなことはない。種以外の人類は全て滅びたのだ。いいえ、私たちは人間です。紛れもなく人間です。黙れ。
さあ、このボタンを押して地球に戻るんだ。ウィル、あなたは？あ、後から行く。ウィル！フローラ、行くんだ。いや、一緒でなくちゃ。いや、一人で行って何になるの？私あなたのそばを離れない。離れるもんですか。フローラ、しっかりしろ。君は強くなったんじゃなかったのか。ウィル。フローラ、僕はいつも君と一緒だ。みじんにしてやる。コンピューターが何だ、機械が何だ、俺たちは人間だ。バカ野郎、人間が機械なんかに支配されてたまるか。地球は俺たち人間のものだ。このボタンを押せ。押してみろ。お前の命はないよ。自爆装置なのか。そうなんだな。私を破壊すればお前も一緒に死ぬのだ。キール、フローラと一緒に行くんだ。手を離して。さもないと地球が。行くんだ。チーフこそクルーザーにはあと一人乗れる。うわ、急げ。チーフは？ちょっとやり残したことがあるんだ。私たちの地球なのね。地球だ。地球なのね。地球。地球。ためらうこともない、恐れることもない。
強く